どうも、YouTube のフォッチです。フォッチです。はい、ということですね。今日はテンション高いですね。ちょっと恥ずかしい。本当ですか？いやいやいや、偉いっす、偉いっす。YouTuber ですからね。ちょっともっとプライド持ってやってください。わかりました。本当にすいません、3年なんでまだ甘い。まだ1年目です。ということですね、今日は、はい、大学の王座の試合に来ております。おっ、いよっ。3年ぶりぐらいじゃないですか、王座有観客ってのはね。で、それに伴ってですね、私たちメーカーもですね、このようにですね、見てください、このブースを。どうですか、おしゃれですよね。自分で言うのもあれですけど、めっちゃおしゃれです。このコンテの中に今在庫入れさせてもらって、見栄えもよく、かつこうシンプルにね、商品が似合ってるようにしております。ちょっと商品の説明してってもらっていいですか？はい、まずね、やっぱこれですよね。こちら EFMX エクステンダー、 EFM エクステンダー、これですね。エクステンダーフォーメン、フォーメン、エクステンダーフォーメン、エクステンダーですね。エクステンダー最初につけちゃった。はい、これは一応展示で今回のブースに出させていただいております。はい、これは3インチ、2インチ、1インチの展開になっております。素晴らしい。続いてこちら、うちの目玉商品じゃないですか、プッシュ商品ですね。ポルカブイバーになります。ポルカブイバー、これは普通のアルミのエクスボルトになってるんですけども、303ですね。 303SA になってる、ね、なんと使用している材料303スティールを明かしてしまうダイナスティー。やっちゃってるんですよ。はい、これやっちゃってますね。商品名に入れちゃった。はい、303で作られてます。これ若干やっぱ重たくて、こうやっぱり皆さん手に取って、はい、こういいなって言ってくださる選手も皆さんいらっしゃいました。はい、ガンガンいきましょう、ガンガン。オジンヘク選手が使ってくださってます。フラグメントブヨー、フラグメントブイバナガス、いいですね。もうオールヘク選手がじゃないです、もうオジンヘク選手がです。はい、ありがとうございます。で、こちら上と各種になりますね。はい、こちらがクウェイウェイト、これが、16分の5インチ5の、ヘッドですね。はい、ノイヤー1オンス、4オンス、まあいろいろあるわけですね。はい、各種ございます。はい、続いてアパレル。アパレルですね、帽子です。バケットハートですね。このやっぱりこの大会の時期になってきて、どっさり売れることが多いですね。そうですね、品薄状態なので、欲しい方は早めにお願いします。飲み物もね、あっさりいったから、これもう大学生オフィシャル飲み物、青森さん青森県産です。シャイニーアップルジュースはい、続いてグリップ各種になります。はい、これが元のですね、MK のグリップになります。はい、水なろを展示、あ、ありました、ありました。はい、これ大貫選手が使っているグリップ、これも MK になります。はい、はい、続いてこれが、アッシュ X、はい、これはホイットのハンドルになる、はい、作るんですけども、こういう風にね、こう取れることで、ここの角度が変えれますよってグリップになります。はい、はい、これがまあ、あとはい、アレクシスとレックス、レックス、大人気レックスがあると。これ今日は完売です。レックスもうなくなりました。なくなりました。はい、すごい。これがちょっとあれ、ロタラかな、ロタラロタラチェス、ロタラチェスがですね、はい、ちょっとややこしいのがクイブラで名前ついてて、はい、ロタラがついてます。これはジェットキャップですね。あ、それね、実は隠れ商品じゃないの。可愛いよね、それ。夏にぴったりのすごい薄い生地なんですけど、ね、木梨サイクルっぽいイメージだね。ストレートキャップ、ね、おい、これはもう、ヴィンテージロゴの、キャップ、それからミニロゴ、はい、リンボーって呼ばれるやつですね、これ。そうっす、リンボーはい、続いて見てください、こちら。よいしょ、いいっすね。うちのスタビライザーたちですね。はい、で左からループリング、はい、それからクォンタで、エニグマ。クォンタもブースに出したの初めてなんじゃないですか。ああ、いや、2回目ですね。2回目ですか。はい、そっか。エクステンダーもしっかりついて、これね、あ、ごめんなさい、おそらくインターハイだったんですね、持っていくと思うんですけれども、全然手に取ってもらって全然大丈夫なんで、はい、こういう時に苦手なんでね、こういう時にこうしっかり商品を見ていただけたらなというところですね。はい、はい、で看板、看板ありまして、おや、今回ガチャじゃないのか、
今回もガチャなのかと思わせて今回はダーツなんですね。ダーツになります。この黄色いところに当てるとエニグマがセットがもらえます。今回出ましたね。1個出ました。エニグマセット出ました。はい、いきます。お、惜しい。これは F 賞ですね。惜しい。アームガードと好きなウエイトをいただき、ウエイトがいただきます。こんな形になります。はい、でこちらもアパレル各種になりますね。はいはい。まあ、今結構暑いんでね、半袖の在庫もバシバシ出ちゃってる状態ですが、チルティなんかもね。これを着てるときは何ですっけ。これ着てるときはいくらふざけても話しかけちゃダメですダメです。チルな時間のときに着てるんです。はい。だから本当は僕も今ダメなんですよ本当はね。今回特別です。特別。すみません、あのフォームとか教えてもらっていいですか。今チルなんで。そうなんですね。あのすみません、雇いとか手伝ってもらっても。ごめんなさい。まあまあ、そんな感じですねこれ僕の加入結構あの思いのほから好評いただいてですね、購入いただいた選手の方々いらっしゃいます。山内選手が来ているという。ありがとうございます。山内選手ともお連絡おそろになる。おお、俺も買おう続いてこれが、パラナイですね。パラナイクイーバーの、トーナメントクイーバー。はい。これはもう一つ、ネイビーが。こんなおしゃれなね。これもあります。これはストリートターゲット T シャツ。はい。ロング。これも在庫、あと残りわずかですから、はい、欲しい方は早めに。バッククイーバー、各種ですね。クイーバーは基本3色展開なので、ネイビーもあるんだよっていうのを。はい。皆さん。ご周知いただけたらなと。はい、うん、今年のダイナスはこんな感じですかね。そうですね。じゃあ続いて隣のブースは遊びに行っちゃいますか。とは突撃長井田さんのところにノーアポです。ありがとうございます。やってまいります。いらっしゃいまし。いつもありがとうございます。見てください、住宅なグリップの数。うちとはえらい違いですね。うちとはえらい違いこれ何番が一番おすすめなんですか。おすすめ、下によってこの感覚が違うので、一番こう無難に押しやすいのは H が一番、枝押しで押しやすいんで。なるほど。あ、俺これいいな。これ何ですか。これ2ですね。あ、2。え、こっちの方がいいな。これハイブリップ。え、これ当たっちゃう。真剣にやってます6でお願いします。6で僕は6ですね。6がいいです。チャリーン。ちなみにフワさん何がいいですか。僕でした。あ、俺これだな本当かよ早いな。 H のグリップ。 H グリップ。あ、これだ。あ、まあ、タケさんこれ作ってました。俺は6。これかハイグリップ。確かに。あ、俺これやっぱ一番最初の手に取ったこれ、エッチなグリップです。エッチ言っていいのかな、エッチ刺されるかもしれないですねあとは、あ、これ初めて見た。え、こんなんありましたっけ。ありました。ありました。うわ、これ昔からありますよね。昔からあります、はい、ダンパー各種ですね。なるほどな。あれ、噂のこれはあ、ニャンプラー。ニャンプラー。ニャーニャーって言ってくる。こう、ヤーヤーたくにニャーニャー猫ニャー。はい。フリックアブレルもなんかこんな種類あるんです。焼き付けのこういう。そうですよ。いろんな色が。じゃあ中平さんのブース商品おすすめ紹介いただけたらなぁと。もうそっちのハンドルですよ。お、こちらですか。前回はスタンドでしたが、今回はみんな映ってしまう。映って映って。これいいっすよね。トップアーチャー全員使ってる。これ使うと点数上がるらしい。本当っすか。はい、か買います。あ、すいません。チャリーン。デビキとかいらない。わあ、デビキしてください。いいっすよね。軽くて丈夫なスタンドですもんね。軽くて丈夫なの。あとこれ。ここのセンターサービス削りに置くだけに。ここがなんか特徴的ってあれ、ね、考えられてますね。ハンドルはどうですか。
やっぱりメタ DX。サンドルはメタ DX が欲しいですね。やっぱね。僕も使ってますけど最高です。打ってないじゃないですか全然。僕はあのカーキを使ってます。おしゃれですね、はい、カーキっていうのは。いいですね。振動が本当ないですよね。振動がないです。CXT。ハンドルの重さもこのこれを変えることで若干変わるんですかね。重さも変わりますし、あとは、ね、打った感覚がこう振動がなくなりすぎるのが嫌だったら全部取って使って。なるほどなるほど。カスタマイズなんか調整が効くハンドルっていうのはまた嬉しいですね。見てくださいこの ATF の ダブルアルマイトですよ。ダブルアルマイト。こちらもダブルアルマイトですか。こちらもダブルアルマイトです。変態な作品ですね、はい、考えられんす。あとよく見たいって言われるのこの CX7 のものエメラルドのもの色が知らないっていう人見たいっていう人がいる。よかった。フォアグリーンみたいな感じです、ね、そう僕の車と同じ色。そう間違いない。もし気になる方は僕の車見てください。こういう色、新潟。あとはこの EFTG のこの新色みたいというのが。あ、それ新色なんだ。かっこいい。多数いらっしゃるのでよかったら。銀さんの白金とか黒金っていいっすね、品が。そう、これね、かっこいいっすよ。かっこいい。中井さん、今何使ってます。僕はレディカルプロです。レディカルプロ。レディカルプロですよ。なるほど。伝説のやつですよ。かっこいいっすね、テックが。マイテック。センターとしてちょっと古いですね。当時もあのそうだよ、センターサスペンス。あ、本当ですか。失礼します。 TF 時代か、 TF 時代の前からですか。 TF 時代だよ。 NX のあのなんかあの NX ね。 NX なんかありましたよね。中井田さん現役ぐらいじゃないですか。伝説のハンドル。伝説ですよね。クソ重たいっていう。オリアス使ってる。かっこいいっすよね。また視聴者プレゼント。お、いいですか。マジですか。ノーアポできて、なんかノーアポできて出しちゃいますよ。ありがとうございます。バックパック10枚くらいでいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。じゃあまた10枚いつもなんかありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこれですね、家に届いたらウィアウィーズ。ウィアウィーズ。こちらね。今笑い声はイさんだったね。笑い声はイさん。俺はあのビアウィーズ。これ広めましょう。ビアウィーズ。いやビアウィーズイさんの前で。そうですそうですそうです。広めたいから。ビアウィーズ。ダイナスティで1日3回これ言ってますからね。めちゃくちゃ早く。はい。ね本当ビアウィーズ。ビアウィーズ。ありがとうございます。視聴者プレゼントまでね。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。